混沌の神カオスと戦うため、私たちは調和の神コスモスから力を与えられた。この力は戦いを経ることで私たちの意志になじみ、やがてクリスタルに形を変えるのだという。私はこの戦いに勝とうと思っている。でもこの戦いの終わりが本当に元の世界へ帰ることにつながるのか。勝利が何の意味もないものだったとしたら。一つ聞きたい。カオスが勝利すれば世界は崩壊する。それをお前たちは望んでいるのか。世界は決して崩壊などしない。戦いは終わらぬのだからな。探したぞ。あなた誰？お前の敵だ。それ以上知る必要はない。カオスの戦士ってことね。よせ。またお前は口数少ないよな。ここは戦場だろう。無駄話をする必要などない。別れる運命だ。仲良くしたって辛いだけって。カオスが倒れればこの世界が安定する。そうすれば俺たちもきっと元の世界に戻れる。お前は安全なところで俺を信じて待ってろ。イミテーションと呼ばれる人形が大量に湧いている。イミテーションどもは次元の狭間より這い出てきた呪いの人形だ。君の力を見せつけてやる時ですよ。チャンスは今。おい、どうした？今日も元気ないみたいだな。お前のことを呼べる名前、新しくみんなにつけてもらったらどうだ。私もその花に何かを感じるんだ。そうなのか、君は。お前の言う通りだ。我々は負ける。どういうつもりだ。私を倒して。破壊の力なんてもう使いたくない。カオスを倒してさ、その先に何があるかはわからない。カイ、大丈夫か？何が真実か、その目で見極めるがいい。混沌の神カオス、あなたの力をこの器に注いではいただけませんか。光のために戦う資格など私にはもうすでにないのかもしれない。だが私はここで最後まであなたを守ることを誓う。リヒディア・ディオデシム。